じゃないかと思ったんだ。どんなにひどい一日の終わりでも笑って帰っていった君だから、夜中に一人で泣いてるんじゃないかと思ったんだ。君をかばう勇気も慰めも何一つ浮かばず見送った。己の情けなさにさいなまれて君に何か渡してあげたくて、何かないか何かないか探し回ったんだ。夜中の屋根で猫は通る、泣いて通り、夜中の屋根で猫は通る、呼んで通り、泣いて通り、君に送ってあげたいから、お月様you